続いて薬師寺安江が訪れたのは愛知県尾張旭市にある秘密の倉庫。さあ今日はですね、尾張旭市にある場所にやってまいりました。これは隠し倉庫いやそれがわからない。何、いや隠し倉庫、隠し、あかん、そこそこで今日はね、はい、まあ、やったの頼みだから、はい、まあ、あのシャコタン小屋の、はい、誰にも教えてない秘密工場1、2があるんだわ。1、2ね。今日は1、1ね、1を、うん、もう安さんの頼みだから、はい、もう特別に薬師寺流に公開しましょうと、はい、いいですか、まず、じゃあいいですか、ちょっとだけ、まずこれ、はい、まずこれ、はい、ね、まずエープを使った FX バージョンつって、はい、なるほどね。これ原付ではないんだね。原付なんですよ。原付で、これ茨城のトラストさんって人がオリジナルで作ってもらったんです、はい、ちゃんと乗れるんです。原付として乗れて、原付の免許で乗れるんですね。原付と免許で乗れると。びっくりするでしょこれ、原付乗してたら。いいでしょ。でこれはまあ旧車のタイヤ、これ一部ね、掃除機ってものすごいあるんですよ、セットが。でもこれは一部こう興味ですよ、鉄筋加工。そしてね、ダルマセリカ、ね、これカスタム今からしていくんですか。これはもともと綺麗だったんですよ、はい、だけどこれをちょっと属車仕様に変えようと。このサニトラもワークスあって、これロングベッドなんですね、はい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 、でワークスにして板バネを加工して車庫タにしようと。今からでこれは箱ですか。これは最近ちょっと購入して、これエンジンがノーマルだからキャブだけ変わってるんですよ。これ今から全部改造しようと、はい、やっていこうって。これなんか結構イベント出てますよね。これ昔、イベントとかもうほんと5、6年前でイベント出してたジャパン、これ最近活躍してないです。してない、はい。これもケンメリも、はい、あの昔ケンメリね、ジャパンでケンメリ、そう、これももう最近乗ってないです。あ、もう置きっぱなしだ。そうね、これもまあ一応、うん、あのプロモーションのために昔から、ね、商用のね、商用のやつで、はい、でこれ白バイ、はい、これ本物、当時の白バイ。これこの前北海道でちょっとパフォーマンスしたんですよ、はいはいはい、もちろん公道ではあんまり乗れないから、はいはい、あのイベント会場の中で制服もあって自分が格好して乗ったんです、はい、それの時にちょっとスタンドが北海道から関車で運んだ時にちょっと曲がっちゃって今これはアメリカで買ってきた、スーツ買ってきた。あとエイリア、これ高い、世界に3つぐらいしかないです、エイリア。ほとんど自慢のコーナーになってますけど ね自慢のコーナーのためにやってるのになっちゃって、なんか申し訳ないけど、いや僕はね個人的にあれが好き、川崎 Z1 なの、うん、かっこいいね。いいでしょ。これ何、タンクの上にかぶしてあるんだ、これ。そうえ、こうやって作ったの、こういう型があるの。ほんで元々はこれ、これだけだったんだけど、はい、延長してちょっと作ったの。いいでしょ。あ、かっこいい、うん、これ好き。インが似合う、インが似合う、インが似合う、インだからこそ似合う。このちょっとカメラなんだからちょっといいでしょ。これ皆さんこれ好きだよね。免許あるの。免許ある、あるよ。今度大型免許まであるよ。あ、持ってんの。うん、取ってくれやん。いいね。いいでしょ、ものすごい早いよ。これツーリングとか言ったら目立つでしょ。いやだけど今のやっぱり Z1 とかの人たちはもっとやっぱり綺麗に改造してるよ。一人で乗ってれば目立つかもしれんけど、やっぱり Z1 の人たちとかのツーリングとか行くと、こんないるんだ、いっぱいおる。あ、そう。やっぱり40代の人たちがやっぱりね、みんなやっぱり昔やっぱり改造できなかった人たちが今一生懸命経営者になったり一生懸命かお金稼いでる人たちがやっぱり当時のやっぱりイメージで乗りたいって人多いんじゃないの。ビートのセパハンね、これ。そうだから、こういうさ、さっきも見せてたさ、箱塚とかジャパンとか、これ昔なんか8万円だったかね、あ、僕らの時代が、はいはいはい、それ今買ったら300万円ですよ。するの、はあ、これそんな時代。ジャパンだって本当にこんな鉄くずだったもん。今買ったら今300万円です。300万するだって50杯のキャブが120万するよ、うん、ヤフーでキャブだけだよ。そんな時代になっちゃったって。作ってないのも、それは作ってない。それでだ。さあ今回はね、秘密工場その1を、紹介させてもらいましたけども、その1、その2、その3、どこまであるのってだから続くよ。どこまでやるか、
それが大事。それ大事。あの3位ね。はい、はい、そういうわけでね。はい、でもまあリガデオウォークといえばですね、うん、まあ LB パフォーマンスとかそういう派手なあれを感じるんですけども、これはあくまでも自分の趣味。趣味ね。うん、持ってる車。もうずーっと昔から持ってる車。ちょっと長いんだ。長い。でローレンまたシェプタケツローレン、はいはいはい、最近買ったのは RX3、はあはあ、サバンナね、はい、あれを押したのに綺麗にしてそうなってて、うん、でもともと自分はこういうのが好きだもん、旧車かね、うん、発想 LB パフォーマンスの発想はここからですよ、原点は、うん、そうここからだもん、ね、原点はこれですよね、うん、そうですよね、新しい車もいいけども、うん、もちろんやっぱり昔スタイルの車で僕らは安さもそうだけど、うん、育ったがね、なるほど、先輩らがこういうの乗っ取った時代に、僕らがお金がない時にこういう車をなんとか改造して乗っ取ったから、それをもう一度蘇らせたらどうかなっていう、はい、でも原点はこれだよ、フェラーリもいいけど、あ、でもこういう時代がやっぱり来たんじゃないの、うん、日本の名車が原的に今の名車っていう、なるほどね、うまくできないけど、はいはいはい、もう下が饒舌ですね、はいはい、というわけでね、はい、今回は第一工場紹介させてもらいましたので、秘密の、ね、秘密の、ね、はい、シークレットの、今度はね、次は第二を期待してみましょうね、まあ、どんどんね、やっぱりね、はい、薬師寺見てもらってる人にね、はい、喜んでもらわないといけないから、はい、やっぱりこんなのもあるんだっていうのを、はい、どんどん出していこうと思います、わかりました、はい、というわけでね、うん、リバディオーク秘密工場からお届けしました、はい、ありがとうございました。古き良き日本の旧車カスタム、その時の思いを現代の車に再現したのが LB カスタムなんですね。今では世界のリバティウォークと言われるまでになりました。